をしっかり出すだけ。表紋とかいうものはリリちゃんですね。リリちゃんです。はい、じゃあリリちゃんの様子ね。じゃあ、深いでいいよ。けどこの子は、カム。カムじゃないけど。逃げる。動きが早い。はい、ごめんね。お願い返しますね。お、話しそうか、この間70しちゃったね。前回は70くらい。めちゃめちゃ食べます、リリちゃんは。すごい。ほぼ毎日。食べてたから、まあ。うんちも毎日してそうなんです。お、本当はね、ここは向こうだけど。そうなんです。すごい、6日で5回食べて。なんか明日もうんちでそうですね、こうやったら。そうですね。うん、それが本当なんですよ。毎日うんちするっていうのがね。何になって。まあ、うどんちゃん今日いない。なんでさ、あの子だけうどんちゃんなの。名前がなんか系統が全然違うな。全然違うな気がするんだけど。背中の模様がうどんだなって。ああ、そういうこと。面白い名前。うん、やっぱこの子の方が色ありますね。そうなんですね。はい、じゃあこの子に2つを出しました。出てきた。で、ここ開けて、こう差し出して。気をつけててくださいね。はい、これ逃げる。逃げないよ。あの、うどんちゃんはどうなんですか。うどんちゃん元気です。あの子はどれぐらいのペースで。あの子はでもリリちゃんほど食べないんですけど、いやでも今週はめっちゃ食べてます。うん、少なかったです。がまだそこまで出てないよね。そうですね、最近ちょっと少ない。あ、週3ぐらいか。なるほど。まあなんかやっぱりあんまり触ってないんですよ、今週は。うん、そしたらなんかちょっと外出たり食べるようになったんで。うん、触られることに慣れてない。慣れてない子なのかなと思って。でももうだってうどんちゃんってさ、1年違うだけですよね。1年半年違うくらい。まあ性格もあるでしょうけどね。はい、ありがとうございます。でもまあ、あの、絶対触った方がいいっすね。あ、そうですね。うん、買ってくれれば。はい、一番尻尾も太くて、今のところ口も赤いんで、とりあえず、はい、はい、じゃあ。